シャルルロア空港は、ベルギーワロン地域のシャルルロアに位置する空港である。空港名の表記は他に、などがある。また、スカイトラックスランキングなどでは、ブリュッセル・シャーラーイエアポートといったサウスのない、英語表記も見られる。ターミナルビル内部、2011年、撮影ターミナルビル内部、2008年撮影空港の、航空写真、2014年撮影シャルルロアの、 市街地からは約7トル、ブリュッセルからは約4 6トル離れている。比較的ブリュッセルに近く、1919年の開港当初より現在までパイロットの飛行訓練のための利用が盛んである。1970年代の一時期、サベナベルディ航空がリエージ空港及び東空港からロンドンへの路線を開設していたが、搭乗率は低迷しすぐに、 路線は廃止され、長らく地中海地域及びアルジェリアへのチャーター便が細々と飛ぶ状態が続いていた。1997年にライアンエアアが就航してからは利用者数が増加し、2001年にはライアンエアアがヨーロッパ大陸地域で最初の運航拠点として東空港を選定した。現在ライアンエアアは60を超える路線を東空港から運航しているが、 ワロン地域政府から多額の補助金を受けていることには批判もあり、2004年には欧州委員会において補助金拠出が違法とされたことからロンドンスタンステッド空港及びリバプール空港への路線が廃止されている。現在ではブリュッセルの第二空港としての地位を確立しており、2001年に70万人ほどであった年間利用者数は2010年には500万人を突破するまでになった。 シャルルロワ駅、シャルルロワ南駅との間に路線バスがブリュッセル南駅との間に高速バスが運行されている。高速道路でのアクセスにも優れている。ありがとうございます。